ファンが海外で奇跡を起こしておりました。日本以外でも愛されているソシャゲルーアーカイブ、先日も中国でのリリースが決まったことが話題になりましたが、ゲーム内で流れる映像は少々際どい描写が含まれていたり、下ネタしか話さないピンクがいることでエッチなゲームではないかと誤解されることが非常に多いんですよね。プレイヤーからはブルアカがエッチなゲームなわけがないだろう、やってる人間がエッチなだけだからなおと擁護する声もしばしば上がっております。しかしそんな声も虚しく、昨年9月に海外版のブルアカは韓国のゲーム審査機関、要は何歳以上が対象のゲームか決める役割を持つ機関である GRAC からエッチな描写を制限するか対象年齢を引き上げるか選べという苦しい条件を突きつけられてしまい、今までブルアカを牽引してきたキムヨンハさんはここで表現規制をしたらプレイヤーたちの体験を損ねる懸念があるということで、我々がプレイしている現行版を18禁と定めて、表現を規制した調整版も別でリリースすることを発表したんですよね。日本版には影響がなかったので本件についてご存知なかった方もいるかと思いますが、要するに我々が当然のようにプレイしているこれが向こうだと18禁になることが決まってしまったということです。ブルアカはキャラのイメージを非常に大切にしているゲームなので、当時公式の声明文にあった修正版もキャライメージを傷つけないように監修を重ねますという力強い一文はとても印象に残っています。しかしこの一件から発生して韓国ではとんでもないことが起きていました。こちら現地メディアの記事なんですけど、今年の6月末ブルアカに規制を命じた GRAC が約6600万円相当の損害を隠蔽していることが発覚したんですよね。しかもこれが明るみに出た経緯が、先ほどご説明した GRAC が行ったブルアカへの規制などが原因で、現地のプレイヤーたちは不満が溜まっており、そこに目をつけた韓国の国会議員の方が監査の署名をしようと呼びかけたことで、国会議事堂前にブルアカユーザー含む多数のゲーマーたちが集まり署名を行った結果、監査が入ることとなったのですが、その監査でなんかすごい金額の不正が明るみになってしまうというとんでもない珍事件が起こっていました。ネット民からは不正を暴いた原因が先生たちの性欲なのおもろいな、そんなコントみたいななおと驚きを隠せない方々や、今回のように勢いで始まったことが大きな成果につながるという流れがまさにブルアカ本編にありそうな展開だということで、ブルアカのノリで現実の事件発覚してて、さすが本番の先生たちだ、アンウェルカムスクール流れてそうなおという声が上がっていました。なんですが GRAC は公的倫理機関ということで、今回明るみになった本件はかなり大きな話題となっているのですが、現地のメディア記事にはブルアカが不正を明るみにしたきっかけになったということでしっかり名前が載っていました。またこの事件は日本だけでなく海外でもよくやったブルアカマジですげーなおという声が上がっていたり、この流れ完全にブルアカじゃねえかと言っている海外人気も結構いましたね。 GRAC に対してはこれ以前にもゲーマーたちから不満を持たれていたみたいなので、今回の一件は起こるべくして起こったことなのかもしれませんが、日本や海外でここまで話題になったのはブルアカが少し絡んだからかもしれませんね。さてこのように意味不明な事件が起きたブルアカ、先日リリースされた中国版ではテーマソングをクラリスが担当することなんかも発表されていましたね。こちら公式の特番で明らかになったことなんですけど、同番組の最後にはアビドスの生徒たちが主演の謎アニメーションが突然始まり、しかもエヴァ、進撃の巨人、ドラゴンボールなど様々なパロディを行っていたということで、人々からはなんだこれ、はっちゃけすぎててワロだなおと突っ込まれていたのですが、声がかなりキャラクターのイメージに合っているということで、声が解釈一致すぎる、すげえ気合入ってんなと高く評価する方も多くいたみたいです。現在公式から日本語吹き替えバージョンも公開されているので、気になった方はぜひご確認ください。海外でも大人気のブルーアーカイブ、今回の件は視聴者さんからリクエストをいただいたのですが、原文が韓国語なので裏取りが非常に難しかったです。もし事実と異なる点がございましたら教えていただけると幸いです。なお同じくリクエストいただいた中に、海外で流行っているブルーアカミームであるチーズスラップミームを取り上げてくれとご要望いただきましたが、えげつない下ネタだったため今回は見送らせていただきます。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。